こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。全日本選抜競輪 G1 もいよいよ最終日、12レースを決勝戦の予想を行いたいと思います。えー、概要です。非常に、あのー、人気が、えー、接近している決勝戦。展開上は、あの、2番車の武田が有利。 有利なんですが、その武田に乗る佐藤と、やはり充実している松浦のまくりが、あの、上回るんじゃないかなと思います。中川よりはそちらを中心に行ってみて、ちょっと面白いところに、え、もは行ってみました。 えっと、佐藤と松浦を軸ですね。えー、ジュニエースを決勝ご覧の通りです。えー、浅井の失格、平原の、えー、先行で残れなかった、などあって、まあ、清水も、えー、帰ってしまいましたし、まあ、比較的小粒なメンバーになって、SQS 班は武田凱樹のみです。 中川聖一郎が残ったり、調子のいい松浦が残ったり、というのが、まあ、ベテランが多い中でも、調子のいい選手は残ってるんだな、という気はします。えっ、ー、と、まずですね、オズを見る前に、長見ですね、えっ、ー、と、東の三人、吉沢、 武田と雪。この二人は指定コンビです。その後ろに福島の佐藤慎太郎がつけます。西日本が三人。中四国ですね。松浦に、香川、小倉ですね。残りの三人が短期。スピード一番中川聖一郎。短い長い綺麗のある吉田敏弘。そして、 和田まくるは、なかなか充実してきましたよね。えバック回数はその和田まくるが10回でトップ。ホーム回数も6回でトップです。2番目が8番の、えー、っと、5番の吉田淳平の8回。吉田敏郎も6回で、以下松浦、中川と続きます。松浦もけ 松浦も中川も結構バック取ってるんですよね。スタート回数は5回の小倉が圧倒的です。これを見,見ると小倉がスタート取って松浦が前、前、誘導員の後ろに収まると展開上は思います。先行するのは、うん、吉沢だと思います。 三連打のシリーズ、非常に混戦になってますね。やっぱり皆さん、悩まれてるんじゃないかなと思います。やはり、あの、短期でもスピードを一番、中川誠一郎が人気集めてますね。以下、あの、展開が一番恵まれそうな武田とゆき。その後ろを回る佐藤慎太郎。それから、あの、今、 すごく充実した松浦雄氏。この4人が中心の人気を集めてますね。その目を見てオッズを見ると、やっぱり中川均等に売れてしま、売れてますよね。中川行くんだったらもう頭で絞るっていうのが一番じゃないかなっていう見方です。まあ、 全流しというよりはある程度絞った方がいいかもしれないです。他の目を見ると、まあ、当然、吉沢が行った時を武田佐藤ですね。29が12.9倍なんですが、急にも18.2倍。そんなに、まあでもこんなものかな。 武田の足ってそれほどよくはないまあもとも佐藤の足もそんなに本来いいとは思わないんですけど意外と売れてますよねあと松浦まあ分かりますねやっぱり松浦もいろんなとこに行かないといけないんで均等に売れてますよねまあ悩まれてる分 中川がラインがない分比較的妥当なのかなと思います。さあ戻ってみましょう。えではですね、えー、っと、レースがどう動くかということですが、えー、やはり先手を取るのは吉沢だと思います。松浦を抑えて先頭に立つ。 で、ここで吉沢がどういう踏み方をするかがポイントだと思います。あまりにも流しすぎるた場合、かましてくる選手、まあ中川もあるんですけど、私は和田だと思います。はい、準決勝は託した、前を託した山中が似たようなレースをして、 自分が一着取ってますから、今度は自分がと思っても不思議ではないような気はするんですよね。そういう展開になるかどうかですよね。叩き合いはないけれども、吉沢と、やっぱり緩んだらすかさず行くっていう気持ちは和田にはあるんじゃないかなと思います。まあその場合、 吉沢が当然前に出てるんで、和田、和田の後ろに吉沢がは、は,はまる。まあ、その時に、和田と吉沢の車間がどれぐらい空くかですよね。準決勝10レースは、あまりにも、10レースじゃない、11レースは、あまりにも、えー、山中和田まくると、近畿の古生の車間が空きすぎたんで、古生は、 最後垂れてしまいましたよね。となると、吉沢もなるべく車間を開けずにかけたいとこです。まあ吉沢の理想としては、まあ4コーナーまでは先頭で引っ張っていきたいですよね。そうしたら、あの、チャンスあるかもしれないんで、やはり師匠の武田を連れていることもあって、積極的にこれは行くんじゃないかなと思います。 で次のポイントがあの3コーナーだと思いますね。やはり誰かがまくってくる。短期勢もそうですし、松浦も後ろ2人連れてるから、もう2コーナーぐらいからまくってくるかもしれない。となると、やっぱり武田は何らかを対応しますよね。武田がそこで取り得る戦方 と言いますか走りとしては私はあのブロックが7割番手まくりが3割だと思っておりますまあ番手からあの弟子いるんでその弟子の成功に応えるべく番手から出てもいいんですけどはい今の 縦足の状況から見ても基本はやっぱりブロックに行くんじゃないかなと思います。まあもっとも中川がその時点で来てたら止められないですけどね。で、えー、ブロックに行った場合、そこでですね、やはり佐藤慎太郎はもうインを待ってましたばとばかりつくんじゃないかなと思います。 で、もし番手まくりだった場合、もちろん佐藤慎太郎がそのまま行って、その後ろは松浦でしょうから、松浦は2センターからのまくり追い込み勝負。と見ます。やっぱり、武田、そんなに足が良くない。慎太郎も良くないですけど、やっぱり武田が足使ってるんで、 インツキにせよ、武田に乗るいせよ、えー、結構チャンスのある位置にいるんじゃないかなと。でやっぱり松浦を武田に仮にブロックされたとしても乗り越えられるだけの力はあるし、あると思います。で、松浦が仮にまくった場合、武田がブロックした場合、やっぱり波が作るんで、後方の選手が、は、まあ中川別としてもかなり、 厳しくなるんじゃないかなと思うんですね。よって、うん、展開上は武田、佐藤慎太郎、松浦がチャンスだと思うんですね。で、足の状況も見ると、自分は、えー、特にンついた場合の佐藤慎太郎と、やはり最後、まくり、まくり追い込みかもしれないですが、まくってくるよし。 松浦が、の両者を本命にしたいと思います。いやー、佐藤の方を上に見たいですね。まあ、松浦、あの、まくって、武田いか,かに、にブロックされたり、ああされたりしても、まだし、あの、今の松浦は調子だったら、しぶとく伸びれる足はあると思うんですね。 なので、松浦は逆転はあると思うんですけど、自分はやっぱり、準決勝で外踏んでるんで、外踏んで、インつくという可能性もあると思ったんですけど、インはつかず外踏んだんですよね。なのでまだ、まだ、今までの佐藤慎太郎だと、比較的、あの、準決勝でそのインをついて、 決勝戦は、それを見透かされて、えー、と、勝てない場合が多かったんですけど、今回はその因付き温存してるんで、その分まだ武器は持ち合わせてるんじゃないかなと思います。えー、っと、平原が準決勝で敗退したんですけど、まあ、平原は敗退の理由は、 えっと、準決勝、まあ、二日目までに、やっぱり積極的な選考を見せずに、あの、準決勝で見せたような、準決勝で見せたという順番の違いで、があると思うんですよね。まあ、そこまでそういう組み立てができなかった。まあ、ひなはら自体、足や自信が落ちてるというのもあるんですけど、それが、まあ、準決勝で、 ま、武田もついているということもあり、先行に繋がってしまって、決勝に乗れなかったんじゃないかなと思います。やっぱりそういう、優勝をゴールとした組み立てって絶対いると思うんですよね。その組み立てに慎太郎は先行してるんじゃないかなと思います。で、また、松浦もですね、準決勝、やっぱり苦しかったと思うんですよ。まあ、前回るか短期間かなと思ったんですが、 原田に、徳島の原田に前を溶かしました。案の定原田はダメだったんですけど、そこを中村日に院をつかれるなどあったんですけど、それを乗り越えて、最後自分が委員、えー、を越えて、三着に入って決勝に乗りました。やっぱりこういうしぶとさ、思い切りの良さというのは、 まあ明らかに好調じゃないかなと。松浦はその前の二日目も三番手から強襲して、前、えー、っと、優秀競争だと小倉隆二をかわして一着取ってますからね。やっぱり一番気配がいいのは松浦じゃないかなと思うんです。また、個人的にもやっぱり松浦、いい競争してると思うんで、 優勝させてあげたいなという気持ちはありますね。まだ実績、あの、自体としては、ようやく去年の暮れの広島記念競輪で初の記念優勝を達成したということもあって、もうちょっと実績は欲しいなとは思うんですけど、やっぱりセンスがいいし、気持ちも乗ってるし、 清水博もなんかもそうなんですけど、すごく今、中四国、いい競争する選手が多いんですよね。なので、応援したいなという気持ちもあります。なので、この両者をほ本戦に押しました。えー、っと、これ、もうちょっと、オッツつくかなと思って、意外とつかなかったのが、 意外なんですけど、7997が本線です。まあ、50倍ぐらいついてくれればなぁと思ったところはありますね。なにな、筋違いで、武田じゃなくって佐藤慎太郎ですからね。中川もいるんで、もうちょっとオッズを仕上がるかなと思ったら案外そうでもなかった。まあ、ただ、 インを突く、佐藤、もしくは、えー、っと、武田が番手から出ていった場合や、四コーナー前前後だった場合は、武田、佐藤、松浦の順で並んでると思うんで、武田は伸びずに佐藤と松浦が突き抜けるという流れで、えー、9779を本線にしたいと思います。そして、まあ、やや穴目としては、武田は穴目じゃないですね。 まあ、今の武田の足は、ちょっと、どうなのかなと見てるんで、えっ、ー、と、武田の頭の裏は返しません。えー、2着です。これはやっぱりいるんじゃないかなと。えっ、ー、と、吉沢、武田、佐藤、慎太郎、松浦へ回ってくるとすれば、やっぱり武田が、 二着に残る目はあるんじゃないかなと思います。あとは、かがゆ介です。これですね、え松浦だったら筋なので、わかる方も多いと思うんですけど、なぜ佐藤かと言ったら、やっぱり武田が、佐藤慎太郎がン付きで勝つとき、武田がブロックするんで、松浦がその時に不発に終わった場合、松浦がまくりをブロックして、 武田がブロックして、松浦が不発に終わった場合でも、香川けっ、香川が、は、生きるんじゃないかなと。香川準決勝戦でも結構、あの、後方で、大田龍馬に乗って、大田龍馬が3コーナーであっけなく飛んだ時も、そこをうまく乗り越えて、最後、3着来ましたからね。 なかなかしぶとい足というか、足も好調なんじゃないかなと思います。最近の香川としてはなかなかいい足持ってそうな気はするんで、気迫もこもってたんで、もしかしたら、あの、松浦が不発で佐藤が頭でも香川の2着もあるんじゃないかなと思った次第です。 それからですね、武田がブロックして、浮いてごちゃついた場合、で後ろも波ができて、さえ佐藤慎太郎が突っ込んで、武田ともつれた場合は、吉沢の粘りも、まあ吉沢の仕掛け次第にはあるんじゃないかなと思います。吉沢が、吉沢が比較的、 ホームあたりで仕掛けて、和田るもかまさなかった場合、で、えー、武田のブロックで、武田ごと飛んでいった場合は、松浦と、よえー、松浦と佐藤から吉沢も残り目もあるんじゃないかなと思いました。展開上は他に大逃げする選手っていないですからね、まあ、和田るが、 隙を見てかますぐらいで。なので、吉沢としては展開上はありがたいんですよ。まあ、ただ師匠が、の武田統計が番手につくんで、比較的早仕掛けになるかなという、思ったんですけど、まあ、他に逃げる選手はいないと思って安心していいというのは、やっぱり足にも影響しますからね。案外、吉沢は一番三連単のシリーズン人気ないんですけど、 展開上は、まあ、番手を回る武田とともに、実はすごくいい、いい流れの方なんですよ。まあ、吉沢そんなに足は良くない、気配は良くないと思ったんで、正直厳しいかなと思うんですけど、逆に、これだけ、あの、オッズがつくんだったら、9五で151.3倍。 75でも76.8倍なので、逆にこれ美味しいかなと。9からだったら一番人気ないですし、9の頭の場合、えー、吉沢一番人気ないですし、あれでも3番手と先頭走る選手じゃん。結構ある。武田の調子考えればあるじゃんって思うんですよね。まあ、5九なんかもないとは言えないですよね。そう考えると。 59とか57も。これら100倍前後つきますから、意外と穴目というか、つきが、あのー、盲点なんじゃないかなと思います。そして、8ですね。吉田敏弘。短期税から吉田敏弘を挙げました。本来なら中川もいると思います。 ただやっぱりオッズですよね。やっぱり短期回って、短期の中では一番後ろにいそうな感じがあるんで、ちょっと展開上は一番最悪なんじゃないかなと。そんなにあの叩き合い流れにもなりそうにもないし、中が届くとはあんまり届、届いちゃうかもしれないんですけど、自分は届く、 届いてもあんまり美味しくないなという見方もあって、中川来たらあの、2着だけじゃなく頭も当然返さないといけないんで、そうなると妙味はやっぱりないんですよね。特に1719なんか10倍台ですし、まあ、7191だったらちょっとまあまだいいのかなと思うんですけど、 中川は今回あえて外しました。で、なんで、えー、和田枕も、中川誠一郎もいるのに吉田にしたかというと、比較的短い距離だったら、切れはまだいいんですよね。準決勝を見てても、確かにあの、前を回った、浅井は失格、インに切れ込んで山中を落として失格になったんですけど、それがなくても、 直線の波見てると、浅い買わせてたような気がするんですよね。浅いをかわして2着になった可能性があるんで、まあ足自体は、準決勝を見ると結構いいのかなと思った次第です。で、かつ、そういうふうに波ができた場合、まあ基本は外回るんですけど、 あの中をつくキレというあのコース好きもあのたまに見せるんでやっぱりまだまだあの短い距離であればスピードというのは中川ほどではないけど同期の中川ほどではないけど、えー、切れるものはあると思っていますだから中川が人気してしまってるんで それに比べて、まあ、吉田及び和田枕が人気がない、ということもあって、そうそう、あの、器用さでいいもう加味すれば、案外、中川清一郎と吉田敏弘って差がない。やっぱり決勝乗ってきてる分、あの、当然、それだけの、単純に恵まれではないんで、まあ、それは香川も、あの、ちゃんとついていったおぐ、えっ、ー、と、 小倉にも言えます。恵まれではないんで、吉田にもチャンスがある。と思うんですよね。なので、この配当だと、えー、っと、当然、えー、っと、人気にはならない。78だと77.4倍。98だと142.4倍。ということで、えー、面白いと思います。 ということで、えっ、ー、と、本日結構穴目を狙ってみました。まあ、松浦は穴目じゃないですけど、比較的やっぱり武田とか中、武田押えてますけど、中川とかじゃなくって、えー、意外なところに狙いを定めてみました。はい。えっ、ー、と、25分経ちましたね。長くなってしまって申し訳ございません。えっ、ー、と、以上。 えー、予想になります。えっ、ー、と、10レースも、えっ、ー、と、面白いです。えー、南淳が登場してまいりまして、大田龍馬と対決いたします。はい、みな、えっ、ー、と、ここはですね、単純にもう南が積極的なレースをして、えー、村上義弘だったかなえー、村上義弘ですね。それから、三重の坂口の突き抜け、1551。 えっと、坂口も準決勝、わずかに及ばなかったものの、切り替え切り替えで足使ってる割には、えっ、ー、と、もう一歩の4着だったんで、あわやの4着だったんで、足は結構いいと思うんですよね。なので、えー、やっぱり村上義弘も出ないといけない流れになるんで、坂口の刺し目というのは十分ある。むしろ刺し目の方がいいという、 あの考えではありますなのでこの2点、まあ、南の頑張りに期待して太田もいるんですけど南の逃げに乗る村上坂口特に坂口を、えー、本戦に上げてみたいと思います。はい、以上全日本選抜経理最終日、えー、予想してみました。 関連動画動画プレイリスト、最後の20秒で表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しいです。またチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。はい。果たして決勝戦、えー、優勝、えー、比較的小粒だと言われてしまいますが、優勝するのは誰になるんでしょうか ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。